あなたの心にいるハート。はい、ということで、どうもコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートでーす。今回はね、本当に驚いたことがあってね、あのね、いるハートみんなに速攻で見てほしいものがあるんですよ。それではね、早速お披露目したいと思うので、見てください。どうぞ。じゃじゃん。大好きね。すごくない。なんとイルハートアニメになりました。もうね、なんかこんなことをねしてもらえるなんてね、全然思ってなかったから、もう本当に嬉しくて、もうなんか、なんとですね、このアニメはつなこママとそのね、お友達のフィジックスさんがタッグを組んでね、超豪華なイルアートとして描いてくれたんですよ。もうね、突然送られてきてね、もうスタッフもイルアートほほほってびっくりしました。あのね、フィジックスさんはあのツイッターでもね、こう可愛いさ、こうイルアートがリツイートといいね、こうペペ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 ペっていうしてるね、アニメを作ってくれた人でね、あとね、オリコンでビビビビビビってやってるやつか。そう、イルハートね、リツイートとね、いいねしてるので、まだ見てない人はぜひぜひ見てみてください。いやー、ほんとにね、イルハートもね、さっき見たときね、もうほんとに嬉しくて、ね、もうめちゃくちゃ感動しました。いやー、今回はね、こう、お二人に特別に許可をもらって動画の企画にしてもいいよってことになったんですよ。つなこママとフィジックスさん、本当にありがとうございます。ね、その企画とはこちら、イルハートアニメアフレコ募集企画。この度イルハートアニメーションを使ってイルハートの皆様にイルハートちゃんに言ってほしいセリフを選んでもらいます。この動画アップ後に該当のツイートをしますので、そちらで投票をお願いします。また採用するかは分かりませんが、他にも言ってほしいセリフがあるようなら該当のツイートにリプライを送ってみてください。というわけで、こんなにね、素晴らしいイルハートをもらったので、イルハートのね噛んでほしい、イルハートのみんなでね、一緒に楽しめたらいいなってすごく思います。まあ、ともかくね、今回ね、このような素晴らしいアニメファンアートを作ってくれて、ママもフィジクスも本当にありがとうございます。それじゃあね、みんな、あのセリフのね、投票待ってます。バイバーイ。大好き。イルハートは夏と冬どっちが好き？夏が好きです。だって冬寒いじゃん。いや、イルハート寒いでダメなんだよ。なんかっていうのは、冬のね、寒いのが苦手だから、冬がね、あの四季の中で一番苦手っていうのもあるんですが、まあね、夏が好きな理由としてはですね、まず暖かい、ちょっと暖かすぎる日も多いですけれども、まあ暖かいでしょ？あとは、あのね、洋服が可愛い。あとは、なんかさ、こう、遊びに行く場所がね、いっぱいやってる。プールとか、花火大会とか、なんか他にもさ、いろいろなんか夏限定でやってるところとか、あるじゃん。あと、かき氷屋さんがいっぱいできる。そんな感じですかね。もうね、最近、やっとね、ちょっとずつ暖かくなってきたかなって思うので、もうね、夏が待ち遠しい限りです。そんな感じですかね。はい。